どうも、南光一です。このチャンネルではサッカーの解説をお送りしています。さてですね、ロアッソ駒とのサッカーがある週末が近づいてきました。前節はですね、大宮に3対0とホームで完勝しまして、次の試合はですね、3月12日日曜日、アウェーで根の葉山口と対戦することになっています。今日はこの試合のプレビューということで、今日の目次はいつものように予想スタメン、相手チームの特徴、勝利のポイントということで3つお話をしていきたいと思います。よろしくお付き合いください。では早速ですね、スタメン予想ですけどですね、ロアッソ熊本の方は前節素晴らしい試合をしましたので、おそらくそのまんまのスタメンで来るんじゃないか。特にですね、MVP 級の活躍を見せてくれた上村修平、ぜひですね、アンカーポジションでスタートしてほしいと思います。でゴールキーパー田代、黒木、江崎、相澤、中盤に右三島、真ん中に上村、左竹本、トップ下平川と、またプロ J2 初ゴール取ったね、島村も先発すると思います。そして真ん中石川、左松岡、このメンバーで来てくれるんじゃないかと思ってます。対する山口ですね、今日ちょっと名前は挙げてないんですけども、フォーメーションの方は4-3-3です。で中盤のですね、アンカーの位置に、置いてます、1人ですね。そして3トップと。注目選手ですが、2人挙げておきたいと思います。1人はゴールキーパーの関健太郎選手、これ J1 でもね、経験のある素晴らしいゴールキーパーですね。前節、山口の前節いわき戦でもですね、再三好セーブ見せてます。それから、もう1人、フォワードの真ん中に入るですね、皆川選手、彼はですね、2018シーズンですね、ロアッソ熊本に在籍して11ゴール挙げてですね、典型的なセンターフォワードタイプのね、身長186センチ、素晴らしい選手ですね。この選手もいわき戦で1ゴール挙げてます。こういった選手に注目をしてもらいたいと思います。さて2つ目、山口の特徴ですけども、これはですね、しっかりとボールをつないでくることを志向しているチームですね。でアンカーも使いながらしっかりボールをつないで攻めてこようというチーム。そして最後は、この皆川選手を中心に攻撃を組み立ててゴールを奪っていきたいというチームなんですね。でロアッソとそこは共通するということはですね、前節のですね、いわき戦も山口は 62% のポゼッションを取りました。ということでボールを握りたいチーム、つまりボールの握り合いになるということは予想されるということですね。はい、こういった相手の特徴を踏まえて最後3つ目、一番大事なロアッソの勝利のためのポイント、これを考えてみました。まず1つ目、これはですね、前節も同じような、ものを挙げたんですけども、これです。相手陣内で戦うと、これが1つ目大事なポイントになります。で、前節はですね、若干違ってですね、相手陣内で戦うじゃなくて、相手陣内ボールを運ぶとしてたんですけど、今節のポイントは相手陣内で戦うにしました。なぜそこ違うかというとですね、もちろんボールを運ぶこと大事なんですが、運んで相手ボールになった後もですね、しっかり、ここが2つ目のポイントになります。ハイプレス、前線からのプレスをかけて常に相手陣内に押し込んでおくこと、これがですね、非常に大事なポイントになってきます。よろしいでしょうか。相手はですね、つないでくるチームです。で、ここで奪われたらまた必ずつなごうとします。そうつなごうとした時にしっかり前線からプレッシャーをかけて、ここでまたボールを奪還するですね、奪い返す。そのことによってなるべく相手陣内でのプレー時間を長くする、これがですね、勝利への道だというふうに考えています。で実際ですね、いわき戦 1-0 で山口は勝利したんですけども、前半ですね、いわきもかなりこのハイプレスをかけてですね、相手を押し込んでビッグチャンスを何回も作ってました。そこで1ゴール2ゴール決まってればですね、山口が 1-0 でいわきに勝ったんですけども、結果も変わってたと思うんですね。これがポイントですね。そして3つ目、これは要注意なのがセットプレーです。で今年のロアッソにはちょっと欠けてるかなと思うところがあるのは何かというと、これはですね、高さなんですね。残念ながらですね、先発メンバーの中に180オーバーの選手がいないんですね。ゴールキーパー田代以外はですね、フィールドプレーいないんです。それに対して、山口はですね、186センチの皆川をはじめですね、高さもあります。そして実際に岩手戦ではセットプレーの流れから最後皆川が決めてるんですね。だからこのセットプレーを逆にうまくプランを作ってデザインしている、ロアッソ熊本が点を取り、相手にセットプレーで失点をしない、そういう戦いができれば勝ち点3必ず取れると思います。ここまでですね、山口は2勝1分けです。
オープン開幕戦で大宮に 1-0 勝利、そして強豪のですね岩田ジュビロ磐田と 1-1 の引き分け、そしていわきに 1-0 勝ちということですね。そんなに多い得点は取ってません。ただですね、粘り強く勝ち切ってますね。この山口を破れれば、勝てればですね、さらにロアッソに勢いつきます。ぜひですね、さらに勢いをつける試合をして、次のホームまた戻ってきてほしいなと思います。ということで、みんなで応援していきましょう。頑張れロアッソ。ではまた山口戦の振り返りレビューでお会いしましょう。またね。